綿棒が赤ちゃんを笑顔にする。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。最近つかまり立ちができるようになった朔太郎くん9ヶ月と知恵ママ。ママにはこんなお悩みが。朔太郎は便秘気味です。うんちが3日出ない日もあるのですが、大丈夫でしょうか？先生教えてください。アドバイスしていただくのは、福岡市にある新道小児科の新道静雄院長。木のぬくもりのある院内は児童図書館をイメージ。白衣ではなくネクタイを着用した笑顔の素敵な先生です。赤ちゃんの便秘には、まれに生まれつき、腸とか肛門などの病気による重篤な便秘のことがあります。ですからご心配であれば、一度かかりつけの小児科の先生にご相談してみてください。はい、わかりました。では他に気をつけてあげることは何ですか？赤ちゃんの場合には便秘によってお腹が張ったりしていることがあります。ですからお母さんがまずお腹を触ってあげて、そして少し強めにマッサージしてあげると、おならが出たりして排便が見られることがあります。それから果汁、例えばリンゴとか柑橘類とかプルーンなどを3倍ぐらいに薄めて、10から 20cc ぐらいを少しずつ毎日与えてみてください。そうすると排便が見られることがあると思います。そしてどうしても出ない場合には、綿棒にベビーローションをつけて肛門の入り口を刺激してあげてください。そしてそれでも出ない場合には、少し奥の方まで綿棒を刺して排便を促してあげてください。どうしても母乳で育てられている赤ちゃんの場合には、うんちが柔らかくなります。ですから回数もいろいろ変化することがありますけれども、そういう場合あってもご心配ないと思いますから、慌てず経過を見られてよろしいと思います。わかりました。早速やってみます。やってみようね。番組では子育ての疑問悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。